伝説のカードゲーム、スーパーキャプテンスーパーリノ、日本語名はキャプテンリノですね、うん、はい、よくわかりません。やる3人でやる、3人でやろう、うん、いやいや俺は見てる、じゃあ2人対戦、3人でやろう、いやいやわかんないよ、はい、あ、いややりながら、やりながらでもいいよ、はい、はい、はい、じゃあこれじゃあ手札5枚を配りましたですね、この手札を減らした方が勝ちです。それだけです。それ意味あるの？じゃあこれ回転も意味あるよね。はい、じゃあまずカードの意味がよくわからないです。最初はグー、じゃんけんほい。はい、これショ。ショ。あ、先行になっちゃったな。先行やったね。先行わかんないから、じゃあ先行決めた。何のためにじゃんけんしたし。はい、まず自分の場合になったら、この線に、合わせてこの壁カードを置きます。いいですか、いいですか、そしたらどうする、いいですか、そして自分のカードをプレイできます。え、次タクちゃん、次俺、じゃあこれやって、カードの効果があるからね、これやって掛けにはどういう意味、掛けには続けてもう一枚自分のカードを置ける、これあります、あ、リノですか、リノ置くのは俺だね、次の番の人が置く、はい、このサイのマークはこいつが本当にやばいやつで、これを置かなきゃいけないと、あ、そこの部分に置かなきゃいけない、うん、そうで2回目に来たらこれを取っておくっていうことになるから、もう最悪なもう最悪なだけに最悪で崩したら負けない、あ、そう、崩したら負けない、崩すか自分のがなくなったら勝ちで、崩したら負け、はい、これでいいのかな、次たくちゃん、だから俺もうここで俺やべえからもう攻めちゃうわけ、まず掛け2をプレイして、もう一回やると、でこのまま強い1個だけのやつをここで早くも、はい、で俺か、はい、この1個だけだからね、これよく折んないとやばいよ、マジでよく折んないとやばい、よく折んないと戻ってきちゃって、この3段目にしてこの1個だけゾーンが、ね、できちゃった、危ない俺こけそうになった今画面が OK、はい、だんだん上がっていくからね、で何を置く、何かを置く、やべえ、今カメラの外側でずっこけそうになったからね、でよくでしょ、あ、またタクちゃんだぞ、これは逆回転だから俺か、で、しかも1個強っ、ちょっとクソ強えじゃん、初手で引いた、やめろ、落とせ、倒せ、倒せ、もうちょっと曲がってるし、うちえ、だ、落とせからのやばい、俺倒すんじゃない、あ、これやばいんじゃない、これやばいんじゃない、やばい、あ、俺死んだんじゃない、はい、じゃあこれリノ来たんで、この下のリノを取ってですね、見えないんですね、向こうだ、見えないんですね、別に変わってもいいですよ、移動しない、カメラも移動しますか、今ここのリノを取ってからの上に乗っけますよって、はい、このここに乗せなきゃいけないです、これ倒せる、倒れるんじゃない、めっちゃ面白い、やっぱちょっと下手いんで、みんながもう一戦やって鳴らしてあげようか、やっぱ天才だ、やばいやばいやばい、俺やばい、俺やばい、ちょっと倒した君からになりますね、またそういう感じで、俺やべえ、めっちゃ弱いんだけど、つかさ、最初でさ、かける2さ、4枚使ってさ、序盤でリノ使ってもダメなんだ、もう落ちろって時にリノ使う、はいはいはい、プラス1って何、プラス1は次の人が1枚引かなきゃいけない、あー、ちゃんはドロ2みたいな感じの、あの、UNO のでも強いの引くかもしれないから、 UNO の2枚引くやつみたいなんですか、そうそうそう、なかなかいいカードを俺は引いている、うん、序盤、クソ、あー、なるほど、ゆっくり、超クソ、ちょっと横に置いたね、ゆっくり実況、こっから攻めてるの、ゆっくり実況、ちょっとだけ横に置いとくことで倒れやすく、もう協力してさ、高く積もうっていう気持ちはないんだよね、あ、高く積む？いいよ、だ今高く積むっていう声で今揺れてるから気をつけて、いいよ、あ、じゃあ、まだ、これ置いてないから、ちょっとびっくりマークなんで、これ何それ、次の人が一回休みになっちゃいますね、休みちょっと寂しいでしょ、俺休みじゃん、はい、どうぞ、よかった、これ絶対倒して負けるパターンだ、俺ができるのは次だね、
拓ちゃんです、はい、その前に死ぬぞ。余裕でしょ。いいな、そんなこと言っちゃっていいの。いいの、そんなこと言っちゃ。ありの、はい、だからなんでずらすんだよ。分かった、絶対倒れるよ、これ倒れるよ。ちょっと噛んでればいいんでしょ。はい、まだリカバリー、リカバリー出る。ダメ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 、勝ったらあかん。今ず、これずるくないか。これはずるい、これはさすがにずるい、これはさすがにずるい。ほらほら、でもだってここ置けないよ。いや、ちょっと噛んでるじゃん。いや、そうじゃなくて、この線の上に置けない。今 なるべくだから。動画的に今の違うだね、今の動画的な都合でちょっと続行するよ。動画的な都合、倒れそうだな。でしょ、倒れそうだね。絶対殺す方法だよ。いや、絶対俺死ぬじゃん。はい、みんな取ってください。はい、せいだな、せいだな、よしよしよし、たくちゃんを潰す。もう、今のはリカバリーフェーズね。一個崩れたぐらいはリカバリーね。え、いいの、死んでるね。わかったわかった。2個以上いったらもうドボンね。どうしようかな。1個崩れたくらいだったわけ。そう、そういう追加ルールを設けました。寒かったんだ、1個崩れるとか。動画的にブシャーとなんないと、ウェイ感が出ない。ねえ、ひどくない。リノリノリノ。はい、リノからリノ。噛んでればいいんだよね。噛んでればいいんだよ。つかリカバリーできるのか。噛んでればいい。それの壁も雰囲気なるべくって。何？危ない。あ、なるほど。うん。じゃあ何も置くかだよね。やめろよ。またリノか。もうダメなんだけど、ちょっと。ちょっとこれ無理なんだけど、壁に。はい、行った行った。いや、でもやめろ、揺らすな。お前が揺らすな。ふざけんな、ふざけんな。間違えたって。はいはいはい、倒せ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 。で、壁だな。倒せ倒せ倒さねえし。倒せ倒せ倒せ。めっちゃ高くなってんじゃん。めっちゃ高くなって。倒せ。めっちゃ揺れてるやん。からのからの、そろそろ死んでもらおうかな。やめてやめてやめて。これだ、ほら、飛ばすから一回飛ばして、お前がおっしゃ、やったやったやった、お前を殺す。やった、あー、はい、で、なんすか。はい、どうぞ。いいんですか。あ、やべえ、俺がやばいな、これ。ここクリ突破されて俺がやばいな。ちょっと見えないんだけど、ここを突破されると俺がまずい。お、いけるか。で、一回休むでしょ。一回休むくってくるでしょ。なんでいうこと、一回休んだ、うん、で、俺飛ばしてくんねえかなって話。いや、持ってねえし。持ってねえし。落ちじゃん。やめてくれよ。じゃあ、お、ドローカードか。いいだろう。引くな。ドロー。お、強い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 。よっしゃ。でもこの位置が難しい。だから手札が変なかった。でもこれはちょっといいんじゃない。俺次のターンまで持ても勝つよ。あと1枚飛ばしちゃダメだ。持てばでしょ。ちょっと待って、ちょっと待って、靴脱ごう。どんどん高い。揺らすなバカ、靴脱ぐなバカ。揺らしてるからな。あ、バカじゃないの、揺らしてるから。1個どうぞ。1個決定終わった気がすんだけど、これ死んだパターンでしょ。絶対死んだボタンでしょ。おおお、まだ行く。やめてね、やめてね。ねえ、やめてよ。リノ、よし、リノ行け。オッケー、落ちろ。オッケー。はい、リノ、はい、リノです。リノどうぞ。俺の、はい、はいはいはい。俺最強、俺最強。ねえ、ここでリノ出すの本当。分かろ、だからハンドヘって勝ったためしかないんだよね。じゃあハンド減らして勝ってやるやつ。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。
綾戸勝美。